こんにちは皆さん、アザヒソンと言います。オーライ、オリジナルバンドです。最後まで目いっぱいやります。オーライ、アロホームタウン。明けたばかりの誰もいない駅で、22になったお前を一人見送った。そうさ、二十数年前、俺も家族に見送られ、重い荷物とギター担いで旅立った。よく見ておけ、ここがお前の育った街。どんな言葉を俺はかけてやれるだろう。丸くなった背中の父の姿浮かんで、 Love is very short, we gotta miss it, we gotta miss it every day. アメリカや UK のロックに見せられて、アジアの片隅の田舎町で育った。見ておけ、ここがお前の育った街。どんな言葉を俺はかけてやれるだろう。丸くなった背中の父の姿浮かんで、 Love is very short, we gotta miss it, we gotta miss it every day.
丸6年前に私母親を亡くしましてですね、来月七回忌というものを迎えるんですが、皆さんお母さんはお元気ですか？元気です。素晴らしい。いらっしゃる時に親孝行してください。同郷の水沢君のお母さん先月亡くなりましてですね、家出した時にですね一晩お世話になってですね一宿一飯の恩義があって、他人の、ね、お母さんで、亡くなられてジーンと涙したのは初めてでね、血も涙もないやつみたいに見えるかもしれんけどそういうこともあるんです今からやるのはですねムタアタックって言ってですね、ドイツ語で、母の日という曲なんですが、今日は3つのお母さんのために歌います。星になって一年半が過ぎて電話さえないことにようやく慣れてきたけど自転車に乗れた幼い俺褒めてくれた笑顔忘れはしないとの思い出はいいものばかりじゃない一方的に責めて悲しい思いさせたけど自転車に乗れた幼い俺褒めてくれた笑顔忘れはしないこれからも生きる
Thank you。 皆さん親孝行してくださいね。まあね、空から見てくれているタイミングが第二の親孝行だと私は思っているので、ね、岡本さんのお母さんも亡くなりましたけどね、はい、生きて、いらっしゃる方は生きているうちに、十分、ね、親孝行なさってください。今日は、大人の文化祭ということでですね、皆さんね、高校生の時とかね、大学の学祭とかあったと思いますが、ずっと知らないオリジナル曲ばっかり聴かされてる皆さん、お疲れ様でございました。久しぶりに皆さんの知ってる曲をやろうかなっていう気になりました。台湾の皆さんの素晴らしい演奏を聴いてですね、はい、くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩く、いつの日か輝くだろう溢れる熱い涙、いつまでも続くのか吐き捨てて寝転んだ、俺もまた輝くだろう今宵の月のように曲をするのは本当に緊張しますね。お手本があるので皆さん知ってるし口ずさめるしね、大変なプレッシャーでした、はい、またオリジナルをやらせてもらいますよ。
生活を奪い去るエゴイスト、携帯で眺めてる人の痛みわからぬものがクズだと知りながら、君を困らせてばかりの僕こそがただのクズ。Good.
ることをなすことうまくいかず途方に暮れたままのおいらなのさ。だけどそんな俺も君に出会った、たった一つだけで全て最後に行く前にメンバー紹介なんかをしちゃったりします。大丈夫かな時間。さっさと行きます。ドラムス清水雄一、アンコール、ベース岡本清隆、イエーイ。ささやかなサージェントペパーズとあとねクリスマスの雰囲気が出てますがね、皆さんね、Now and Then とかね、あのストーンズのハックニーダイヤモンドとか聞かれましたか。聞いてないんかい、聞いてないんかい。はい、ギター水田雄二、はい。はい、ボーカル福田だけでした。最後のナンバー、地下鉄というナンバーを。ウォーウォーウォー、地下鉄の冷たく重い風。ウォーウォーウォー、何もかも吹き飛ばしておくれ。ウォーウォー、ウォーウォー、地下鉄の冷たく重い風。ウォーウォーウォー、何もかも終わった気がしてた。
かも吹き飛ばしておくれ。またどこかでお会いしましょう。最後までありがとうございました。